ロ野球パリーグの優勝争いは、オリックスの3連覇で幕を閉じた。ソフトバンクはオフの大型補強にもかかわらず、期待されていた独走が実現せず、CS 進出も未確定。どこが誤算だったのか、オリックスとの差は何か。ソフトバンクは新戦力の中で、全試合を通して活躍したのは近藤だけで、有原は6月からの活躍で、オスナはセーブを増やせず、外国人野手の本塁打も少ない。7月の12連敗や、打線と投手の連携不足、1、2番の固定不足、打線の機能不全など、多くの問題が浮き彫りになった。藤本監督の采配も、新しいチームの形成には成功しなかった印象。外国人野手が戦力として十分機能せず、若手の存在感も薄い。ソフトバンクには多くの課題が残った。オリックスは怪我人を抱えながらも吉田正尚の穴を全員で埋めた。先発陣の充実は言うまでもない。新加入の森はもちろん、頓宮も急成長。選手を頻繁に入れ替え、状態を見極めて起用した、中島監督の手腕も冴えた。監督が違ってたら、結果は今の惨状よりはよっぽど良かったはず。外国人打者補強が失敗。やはり藤本監督は12球団ワーストの無能な指揮官であり、戦力補強を強化しても無意味だったな。誤算は監督の謎采配やろね。調子いい中継ぎ同じ人ばかりフルで使いすぎや。ダメ監督やからね。先発投手の差を見たら明らかや。オリックスとの差、単純に投手陣と監督の差、千賀が抜けた穴は大きすぎた。フロントが悪くない、使える選手放出するわ、わけわからん選手を次々とドラフトで獲得するわ、育成が下手すぎるで。名采配、ただこれだけ、監督が全部悪いわ。吉田の穴は森で埋まったが、千賀の穴は有原じゃ埋まらなかったということやな。オスナは勝ちゲームにしか使えないんよな。そこに持っていくまでがうまくいかなかった。千賀投手の穴埋めを期待された。有原投手が開幕から投げていなかったのが痛かった。先発投手の差はかなりあるやろな。